アイアイエー島は、ギリシア神話に登場する地名で、魔女キルケーが住むと言われる島である。長母院を省略してアイアイエー島とも表記される。チルチェオ岬の位置、ロシニ島の位置、ホメーロスのオデュッセイアの地理学は幾分辻妻が合わず、文字通りに受け取るには、神話的すぎるのだが、後の古代ローマの著述家たちは、アイアイエー島は、イタリア西海岸、ローマから南に、 1> 約1 0 0トルの位置にあるチルチェオ岬のチルチェオさであるという見解を持った。実際には小さな半島であるが、周りを囲む沼地や海のため、島のように見えたのかもしれない。あるいは、ハリカルナッソスのディオーネシウスの著書によれば、その本が書かれた時代には、すでにそこは半島だったが、ひょっとしたら、ホメーロスの時代には、浜辺か砂の半島のある島だったのが、 一般の地質学的変化によって徐々に本土とくっついたのかもしれない。地元の人々は岬にある洞窟の一つをグロッタ・デラ・マガ・キルケイと呼んでいる。IIA アイアイ島を去る前にオデュッセウスはキルケイから地下世界に行く方法を教わった。船がオーケアノスの海を越えたら、早すぎる実を落とした高いポプラと柳の林のあるペルセポネーの国の肥沃な海岸に着くでしょう。 そこに船をつけ、ハーデースの闇の住みへと、まっすぐに進むのですアイアイエー島の場所については、他にも様々な説がある。例えば、ロバート・グレーブスはその著書、ギリシア神話の中で、アイアイエー島は、北、アドリア海に浮かぶ、ポーガワ川口に近い、ロシニ島だと言っている。ティム・セベリンは、ザ・ユーラセス・ボエッジの中で、イオニア海のパクシ島がアイアイ i ア a 島だとしている。 今ウィルケンスは、ウェア、トロイワンス・ストードの中で、ライン側、マース側、スヘールデ側が作る三角州にあるサーウンダイ・バラントが、IIA 島だと主張している。IIA という名前は、ギリシア神話の中で様々なキャラクターの異名として使われている。ありがとうございます。